水潮負荷の紋章。水潮負荷は、ロシアスモレンスク州の北東部にある都市。人口は8683人。水潮負荷は、水潮負荷部屋島高地の北縁、ボルガ川の支流バズーザ川に、ロスミナ川が合流する地点にある。州都スモレンスクからは北東へ 235km。水潮負荷は、1881年に開通した。 リホスラブリトルジョークルジェフブヤジマの鉄道沿いにある。生新庄福院大聖堂水町孵化の文献記録への書出は1488年である。当時の水町孵化は、モスクワ大公イヴァン三世の息子、トベリコイヴァンマラドイの世襲地であった。1493年には、ブヤジマ軍の皇帝直轄の村となっている。1776年に、死の地位を得た。 水潮負荷という地名は、ロシア語でフクロウを意味する水地から来ており、死の紋章にも描かれている。第二次世界大戦では、1941年10月10日に、ドイツ国防軍に占領されたが、1943年3月8日に、ルジェフブヤジ島作戦で、赤軍西部戦線により脱会された。水潮孵化には、電気工場があるほか、製材工場、食品工場、 印刷工場などもある。ありがとうございます。